昨日、死んだニワトリの肝炎検査をしたところ、今シーズン県内六例目の鳥インフルエンザ疑いとされた泉市高尾の町の養鶏場では、今日遺伝子検査でも陽性が確認され、ニワトリの殺処分が始まりました。今日遺伝子検査により、県内で今シーズン六例目となる高病原性の鳥インフルエンザの疑いが確認された泉市高尾の町の養鶏場では、 およそ6万羽の鶏が飼育されていて今日午前8時から殺処分が始まりました今シーズンこれまでの5件と合わせた鶏の殺処分の数は82万2千羽となります県は発生農場を中心とする半径10キロ圏内で鶏や卵の移動などを制限しています